ごめんごめん、手滑っちゃった。ごめんごめん、手滑っちゃった。ごめんごめん。ヘイだよ、KTRGAMEようこそ、アークやっていきたいと思います。今日もね、アークの中に王国作るキングダムエボルブでやっていきたいと思います。で、今日はね、何をやりたいかっていうと、ボス戦を見据えて、アーティファクトをね、ちょっとね、取っておきたいんだよね。じゃあ今日は、ガトリングで、いきたいと思います。それでは皆さん、お城で集合しますか。暗闇洞窟の、アーティファクトを目指していきましょう。ちなみに放送外でこの洞窟はニトネーが迷子になって、大変なことになりました。しゃあ俺さ場所知らないんだけどさ、とりあえずこれ誰か先導して。ちなみに僕前情報ゼロできてます。男はそんな前情報とか仕入れないから。イグルさんこれ どうするこれ どこら辺の入り口がいい感じ。ここに入り口があります。ほうほう、ここからも暗いです。なるほど。松明で、松明つけてガンマ上げて、まあ、なんとか見えるかなみたいな。なるほどね。本当に先は本当に松明の明かりの範囲までしか見えないです。なるほど。あ、大丈夫そう、多分大丈夫そう、大丈夫そう、多分。行こうぜ行こうぜ。うわ、あ、ちょっと、おお、やばい、めっちゃ見込んでる。普通に歩いていく。歩いてく。これなんか恐竜なんか多いね。こっから歩きで行けるんだったら、まあ歩きでいいんじゃね。ああ、メガロ行っても大丈夫じゃない。だってもうメガロとかザコっしょ。殺されるやつ悪いよな。あ、じゃあアーティファクト取る。はい、ギガノト禁止です。やめてください、ギガノト禁止です。逆に恐竜に頼るとかやっぱりさ、そんなさ男らしくないことしちゃダメでしょやっぱり、うん、男は黙って初見完全攻略だよね。よう分からんけど場所が。おらおらおら。ニトネ、最近迷ったから道、覚えてるのかな。怖い怖い怖い、水に入りたくない。オッケー、次の、とりあえず、行こうぜ。あ、じゃあインフィさん、ついていこうか。オッケー、行こうぜ。取りに行こうぜ。もうインフィさんさ、アルファシャツニットだからね。洞窟に来る格好じゃねえもん、これ。メガロ来てもぶっ殺しはいいだろこの前は。いや余裕だぞ。ちなみにフレンドリーファイヤーはオンです。ちなみにですが、フレンドリーファイヤーはオンです。それにもかかわらず、エイムがブレブレになる。おっと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 ゲットです。うわ来たぞ、1個目来た。はいや、再生数どういうこと。なんかその貴重な感じ全然出なかったね今。秒で再生数しちゃった。じゃあ次のアートファクト行こうぜ。多いよな。おいー、ちょ待って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 、俺のミニガンが火を吹くぜ。うわ楽しい、ミニガン楽しい。メガル140だったね、強かったね。メガル140ってアベレーション編でスッと出てこいよな、こういうやつな。どんだけこっち探したと思ってんだよ。もう怖え怖え、これ生身でメガロ怖え。だってさ噛みつかれて高速攻撃されたらマジ一瞬で終わるからね。しかもさメガラニアいるからさ、ワンチャンこれさ性病が蔓延するからね。これパンデミック起きるから、これみんな揃って泌尿器科行かないといけない羽目になるからね。どう、うわーやばい、ミスった。すいません、すいませんでした、すいませんでした。調子乗ってはしゃぎすぎました。こわこわ、今の急にビヨーン行っちゃった。お、なんか卵あるよこれ、メガロサウルスだって。ヘイト取ったよ。おい全員メガロサウルスにヘイト取ったぞ。はい、今メガロサウルスは卵取りました。周りにいたら来ます確実に。怖い怖いよ。痛い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 、あそこにいた。おらおらおら、俺のミニガン、俺のミニガン、おら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 、ふぅ、こわ。やったったわ。あそこなんか141号さん上の方あるとか言ってなかった。上の方あんの次のアーティファクト。俺全然知らないんだけど場所。わっ、メガラニアだ。性病野郎がいるぞ、性病野郎がいるぞ。ナイス、危なかったぜ。
性病野郎です。あ、なんか141号さんが走ってる。まあ、もう一つの方がほら洞窟見やすいから。誰だよ悪ふざけて141号さんのこと殴ったの。そういうの良くないよ、冒険してるときに。ほんとさ、もうみんなでちゃんとしっかりさ冒険しよう。そういうやっぱりトロールはやっていい時とやってはいけない時があるからさ、そういうのしっかりさ判断しよう。ほんとにほんと信じらんない。ベッド置いたよ。あー、さっきのところの上か。じゃあ最初のとこに戻りますか。でクライミピックル出してみんなに登るか。それじゃあ俺も壁登るわ。でいっ、はい、ついにアーティファクト2つ目をゲットしに行きましょう。あぶね、これちょっと難しいな。ちょっと難しい、これここか。あー、むず。なんか降り立つところがかなり大事。あ、ここか。あ、ここだったルート。6つ。あ、じゃあ次俺照らしとこうか。スネ夫くん、いいよ。はい、ここでいたら照らせるんじゃね。しゃあ行こうぜ。タラさんも落とされてんじゃん。ふう、なんかちょっと一悶着あったけど行こうか。気のせいだよね、なんかね。打ち毛羽があったなんて気のせいだから、うん、そんなことないから。わあ、すごいでっかい水晶あんじゃん。ごめんごめん、手滑っちゃった。ごめん、手滑っちゃった。ごめん、ちょっとカメラが気絶するな、まず。ごめん、手滑っちゃった。ごめん、なんか登ってたから。ごめん、向こうじゃないこれ。あ、ここマジ？ちょっと登ってみようぜ、じゃあ。へい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 。ちょっと待って。ほい。なにここ、おもろ。あ、すごいすごい。あ、ほんとだ！アーティファクトあったぞ、今。ちょっと待って。大変なことになった。これどういう感じで登ろうか。一回サイドに迂回して。あ、まずいな、これ。あ、まずい、これ。まずい、これ。これまずい。暗い。画面がまずい。え？ありがとう。待ってた、それ。あ、ちょっと待って。あれ？なんか、ナイス。あれ？なんか、ナイス。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 出ろ！出ろ！あ、欲しい！欲しい！すごく欲しい。あー、なんてことだ。あ、ここじゃない説。あ、やばい、やった。あぶね。ジャンピングつかみできなかった。あ、そこ、オッケーオッケー。あ、オッケーです。そしたら下で照らす人、中腹で照らす人、上で照らす人。はい、皆さん配置お願いします。撮影のためにちょっと皆さん配置お願いします。介護配置お願いします。いいな、あ、いい感じ。オッケーオッケー、これはいいんじゃないか。すごいいい感じ。下から見て明るい、いい感じ。ピンクの空間で待ってます。あ、いやー、それはエロいな。いや、タロさんはいいわ。タロさんはちょっと色すぐ変えて、糸で落とされてるよ。あ、いい感じ、いい感じ。あ、じゃあ行くぞ。最後のあれに向けて、最後のアーティファクトに向けて行きたいと思います。ニトネが死んだんだけど。なんでや。何が起きたんや。ああ、惜しい人を亡くした。はいはい。いや、みんなのこの優しさで今明るいよ。みんなの優しさで明るいよ今。みんなの優しさでルートが明るいです。来たー、来たぜ。それでは皆さんどうぞ上がってきてください。私上で照らしておきます。持ち物回収お願いします。あ、タラさん、タラさん死んだ。もうタラさんおっちょこちょいなんだから、そんなすぐ落ちて。タロさんったら俺回収行くからって言おうとしたのに。
メガロン出てる。任せて。俺のガトリングが火を吹くぜ。任せろ。おら、ふう。あ、本当だ。あった。かっけこれ。何これ、ゲシペンストみたいだね。なんかかっこいいよ。あ、ゲシペンスト知りたい方は、あの、第4次スーパーロボット対戦見てください。あ、F 関係戦とかでもいいです。はい。あ、19歳です。はい。じゃあ、それでは、ここの洞窟最後のアーティファクト、取りたいと思います。ゲシペンストかな？狡猾のアーティファクト、ゲットです。再生成が早いのよ。再生成早い。誰か取っといて。再生成が早いのよ、これ。じゃあ帰ろうぜ。ベッド壊しつつ帰ろうぜ。そしたら。やったね。アートファクトゲットだぜ。じゃあもう帰りは恐竜乗っていくか。はい、じゃあ行きまーす。あの、覚えてません。当然ですが、覚えてません。お願いします。お願いします。ついてこうぜ、ついてこうぜ。全然わからん。しゃあ。今日も下調べなしで、気合で見つけたぜ。はい、久々の地上台。ふう、やったね。ついに戻ってまいりました。いや、長い旅だったわ。マジ暗い洞窟あれやばいな。マジであれ一人で初見で行けって言われたら無理だわ。あれ絶対迷って終わりがなくなる。ということでね、諸事情でね、今ちょっと4人しかいないんだけど、あの、今回のアートファクトの獲得もしっかりねできました。いやー、2つもねアートファクトでゲットできたので良かったんじゃないでしょうか。まずは狡猾のアーティファクトですね。そしてもう一個が、なんだこれは、免疫か。じゃあこんな感じのアーティファクトの置き場もあるので、ここをね全部貯めてボスに挑んでいきたいと思います。というわけで今日は2つ新たにアーティファクトをゲットしたということで、次のアーティファクトも頑張りましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。